46人の野球評論家によるパリーグの順位予想答え合わせがこちら。最初の23人です。次の11人です。ラストの12人です。セリーグと違ってみんな全然違うの笑える。誰一人日ハム鬼以上に S いてなくて草生える。正直オリックスかソフトバンクだろうって思ってたし、オリックスの順位がそこまで落ちるのは誰一人として予想してなかったと思う。西武代わりと真ん中付近にまつまってるな。確かに最下位は日ハムか楽天だと思ってたわ。楽天は先発の高齢化で絶対最下位と思ってたけど、投手陣が思いのほか良かったし、野手もそんな悪くなく想像していたより良かった。これで今江を解任するのはないと思う。今江は給料の割には頑張った方じゃない。さすがに1年目の監督だし、3年やってバントとかやってたらわってなるけど、采配面は仕方ないでしょう。里崎はロッテを首位にしてるの可愛いな。佐々木が1年フルで大活躍してたらワンチャンあったかもしれん。西武があんな惨状になるとは誰も想像してなかったよな。投手力は抜群だし、助っ人野手いるし、打線もなんとかなるだろって思ってたわ。野球評論家でさえ予想全然当たらないんだから、こんなのどうでもいいってことだね。新庄ハムかっこよすぎるわ。3年目でしっかり A クラスに来るし、俺はずっと信じてたけど、みんな無難に B クラスにするよね。でもこう見ると最下位っていうのは思われてなかったんだな。2年目まではみんな揃って最下位予想にされてたけど、チームの兆しは感じてたのか。今年のパリーグの順位予想を当てた陣いたらすごいな。セリーグはまだ想像通りに近いけど、パリーグは本当に波乱だったわ。これは難しいよ。オリックスを5位にしてる陣いない。打線が強化されるし、投手に不安はあったけど、野手がそこまでひどいのは想定外の想定外。やっぱり今江さんすごいよ。ひいき采配とか話題になってるけど、交流戦優勝したし、投手陣の層も良くしたし、なんでクビになるかが本当わからない。楽天の圧倒的最下位予想クソワロタ、日ハムにさえも負けるって当時思われてたんやろな。日ハムを A クラス予想してくれてる人全員好きだわ。ソフトバンクは投手が不安視されてたけど、先発がそこまでいいのはすごいし、山川が実力発揮すればそりゃ優勝するわな。最後までご視聴ありがとうございました。こちらの動画も見てくださいね。